んにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。千葉県ののこぎり山に、来ております。まずは概要欄 URL より前回の動画をご覧いただけたら非常に嬉しいです。もうね、凄まじい規模の観光スポットですよ。マジできつかったけども達成感もすごかったので、まずはぜひご覧ください。そして今からですね、本日宿泊する宿、オーパビラージュさんですね。すごく気になってた宿の一つでもありますので楽しみですね。今から約1時間くらいかな、途中でご飯とか買ったりもしますんで、そこそこ時間かかるかと思いますが、天気もいいのでドライブが楽しいですね。では向かいます。足がガックガク、やばい、マジで疲れてる。今日はのこぎり山行くので絶対疲れると思って素泊まりなんですけど、初めからテイクアウトで、お寿司を頼むことにしました。もうね、宿の近くにあるっちゃあるんですよ。お店あるんだけどほとんど寿司屋さんしかないみたいで、そこの宿でご飯食べるのもいいみたいなんですけども、時すでに遅しなんで、今回は回転寿司のヤマトさんって、南房総で結構店舗があるヤマトさんで、テイクアウトすることにしました。少し時間が早いので、海沿いの駐車場に停めました。この景色を見ると立山来たって感じしますね。風が強いぜ。初めてここの駐車場止めたな。わあ、いいわ、千葉好きだ、立山好きだ、すげえいい雰囲気。ヤマトさん着きました。立山店ですね。すげえ混んでます。中も並んでるし駐車場もいっぱい。本日の夜ご飯調達しました。混んでたんだけど、ヤマトさん、初めて行ったのが木更津店かな。そこでうまくてシャリもネタも大きくて衝撃を受けてファンになっちゃったんですけど、まさかあんな混んでると思わなかった。2時半っすよ、平日の2時半でまだ並んでたもんな。昼時行ったらやばいっしょ。というわけで、今からですね、本日向かうオーパ、本日宿泊するオーパビラージュさんに向かいます。もう少しで着きます。現在房総フラワーライン、好きなんだよなこの道、南国リゾート感というかね。着きました。おしゃれだなこれ。っていうかもうすでに車すげえ止まってるんだけど、何泊かしてる人かな。それではチェックインしまーす。チェックインしました。そしてお部屋紹介です。今回はですね、一番お安いプランを選んだので、部屋は若干狭めですけれども、もうね全然十分ですね。でこちらがユニットバスになってるのかな、1階ですね。ただ何よりね、クーポンビビった。千葉県すごいな。1人ね合計5000円分出ました。2人で来たら1万円分リターンっすよ。ビビる。なんとですね、こちらの施設貸し切りのお風呂が、5種類で6箇所あるのかな。そのうち2つが温泉で、それ以外がなんとワイン風呂だったりハーブ風呂だったり、いろいろね変わったお風呂が多いみたいで、そちらも人気みたいなんですよね。ただ今結構チェックイン後で入られてる方が多かったので、まずは館内散策いきます。これが露天風呂ですね。露天風呂が2箇所あって、建物がねおしゃれなんですよ。逆光だからわかるかな、一個一個が分かれてるみたいですね。いやー、いいとこ来たなこれ。夏も2日
通に楽しめちゃいますよ。で、真ん中にね、プールがあります。この冬でもちゃんと水入れてるのが偉いですよね。でかいハンモックありますね。乗りますか。乗りましょう。これはハンモックはいつ乗っても楽しいですね。ゆら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 、恥ずかしいわ、周りに人がいて。いろんなとこに動物がこうやって隠れてるらしいんですけど、これでウサギを探すゲームとかあるらしい。やっと一つ開いてましたね。まだ入らないですけど、中だけ見てみますか。あらららららら、おしゃれなお風呂、湯気がすごいな。これは、あ、フルーツが浮いてるんだっけな。これですね。そして今のお風呂の裏側、ちょうど反対側ですね、プレイルームみたいなのがありました。使っていいんだよね。あ、いいんだ。チェスで、サッカーと、あれ、ルーレットがあるんだよな。これルーレット、お、いいのかな、わからない。ルーレットありましたわ。ちゃんとここに詰められてたチップとか、これを使うのかな。図書室がありました。おしゃれ。使う人いるのかな、ここで。あえて使うという贅沢行為もしてみたいですけどね。風呂が、貸し切り風呂がなかなか開かないので、みんなチラ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 見に行ってますね。まだ俺もどうしようかな。入りたいけど、ワイン風呂入りたいんだよね、ワイン風呂。そしてフロントの方に戻ってきました。いやー、おしゃれよ。このまんま行きますか。あ、こっちはレストランカンパーニュ。夏場とかここで食べるのかな。なんだここは。そこは入れなさそうな雰囲気だな。事務所かな。ここまた夏はいい雰囲気になるんだろうな。これめちゃめちゃいいんだけど。何これ、バーですか、もしかして。やってるのかな、夜。おしゃれ。ここで皆様夜ご飯を食べるんですね。相当美味しいみたいですよ、夜ご飯。フランス料理かな。2階上がってみますか。アロマルームですね。フォトギャラリーはどこだろう。ないのかな。この部屋ですね。ここがフォトギャラリーだ。あら、おしゃれですね。一個一個がおしゃれ。裏庭みたいなところがあるみたいですね。行ってみましょう。ここまでこんなに広い施設だとは。多く行けるのか。ただこちらにですね、かわいい椅子があったんですよ。寒いからここでゆっくりできないけど、
手混んでるな、すごく手混んでる。オパオーガスタゴルフありましたね。え、これできんのかな。ないけどボールとかあるかな。ボールありましたね。カコンっていう音鳴らしたい。あーいい音。ゴルフクラブがないな。借りるのかな、フロントで。そして少し高台になっている場所がありますので登ってみますか。結構怖えんだよな、ギシギシ。あら、おしゃれですね。どうなんだこれ、景色がいいのか。いいですね、きっとね。見晴らしがいいですね。気持ちいいです。ここでぼーっとしながらコーヒーとか缶ビール片手に、もう少しあったかかったらできたんでしょうね。というわけでおそらくこれ全部見終えたので一旦部屋戻りますか。で、温泉行けそうだったら行きますか。部屋に戻ってきました。お風呂ですね、全体的に見てみたんですけどマジで全然空いてなくて、もうね、ずっとお風呂難民の方が外をうろうろしてるみたいで、自分も入りたいんですけど入れないんで、もう少し時間を空けてから入ろうかなと思います。今日はもう本当にゆっくりします。で、大学生ぐらいの若い子の集団、全員男だったけど、騒がしいのが外にいて若干気になるわ。それだけ競争倍率が増えましたからね。そこら辺と被らないようにうまいことお風呂入れたらいいな。というわけでこの辺で動画がだいぶ長くなってきたと思いますので、また一旦切らせていただいて、夜は夜でまた続きの動画アップしたいと思いますので、概要欄 URL より続きをご覧ください。高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また続きでお会いしましょう。バイバーイ。夜の建物の雰囲気です。いいですね。まだ奥の方。本日の夜ご飯、大和さんのお寿司です。これうまそうすぎる。